まぜ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 、石垣の塩はマイルドすぎた。石垣の塩まぜそば極み。俺の名はラーメン太郎。ラーメンと太郎の間に万が太郎的に星が一つ。ラーメン太郎の名で察しがつくと思うが、俺はラーメンが好きなのだ。住まいは文京区、その界隈の荒川区千代田区にまで手を広げ、荒川文京千代田のうまいラーメン店に日々通っている。そしてその記憶をいつもツイートしている。アットマークラーメン太郎が俺のアカウントだ。今日も最近行ったうまいラーメン屋の話をさせてくれ。あ、そうそう、これも触れるべきだな。俺がラーメン屋に行くといつも不思議でちょっと嬉しい偶然が起こる。それはだな、7月某日、東京メトロ南北線東大前駅一番出口到着。本郷通りを右手に本郷弥生交差点方向に進む。そして最初の横断歩道で本郷通りを渡り、さらに直進、国道17号の横断歩道を越えて右手に進む。今回は沖縄由来の食材を使った混ぜそばをいただけるお店。味変も沖縄のあれでらしい。この看板が見えたら左手の裏通り。お店はもうすぐだ。さあ、着いた着いた。石垣の塩混ぜそば、オリオン。沖縄由来の食材の中でも特に石垣島の塩が売り、そして自家製麺も自慢とのこと。おお、テイクアウトやデリバリーも展開しているのね。このご時世ありがたい。ではいざ。はいさーい。まず手を消毒して、さあ何にしようかな。石垣の塩混ぜそば、炙りチーズ混ぜそば、さらに濃厚魚介混ぜそばとあるが、ここはやはりお店一押しの石垣の塩混ぜそば。ちょっと贅沢して極みを言ってみようかな。ではオリオン店主石井さん、最高の仕事、最高の一杯を。リゲーサビラー。こちらが自慢の自家製麺。甘さ、風味、歯ごたえを追求し、小麦粉にこだわり、季節によって乾水の量を調節するそうだ。さらに麺の長さにもこだわりがあり、長すぎず短すぎず、麺をすすった時に跳ね回らない長さで製麺。さらにさらに、できた麺を数日間熟成させ、よりベターな状態で提供。麺へのこだわり半端ねー。この麺は楽しみだ。チャーシューはしっかりと3時間ほど煮込み、柔らかくも弾力のあるチャーシュー。器に塩だれ。塩だれはもちろん石垣の塩が主役。石垣の塩は海水由来のミネラルを丸ごと閉じ込めた自然海塩。えぐみがなくまろやかな塩味が特徴。それに豚骨ベースのスープをブレンドし、クリーミーな味に仕上げているとのこと。確かに見た目クリーミー。一体どんな風味が俺を襲う？期待しちゃいますよ。と、石垣の塩のタレに心ときめいているところで、そろそろあれの時間。我々を素晴らしき麺の世界に誘うあの奏でが始まる時間。ゆっくりと目を閉じ、耳を澄まそうではないか。ゆっくり静かに湯切りしてからの細かいチャッチャ。ここから仕上げに突入。厚切りチャーシューを2枚乗せ、ネギ、メンマ、青のり、さらに魚粉、生のり、最後に味玉を乗せて完成。美しいトッピングだが、それを乱暴に激しく混ぜ混ぜしたい衝動。店主石井さんの丁寧な仕事に感謝。着丼。これから激しく混ぜ混ぜするのがはばかられる美しいビジュアル。まあ結局混ぜ混ぜしちゃうんですけど、その前にこのビジュアルをしっかりインプット。青のりと生のりの磯の香りが優しく広がる。厚切りのチャーシューももちろんしっかり主張。では混ぜ混ぜしたい気持ちを抑え、自家製麺だけいっちゃうか。
はあ、この麺うめえぞ。うまいうまい。いいねいい、すごくいい。もっちもち。こんなもちもち感なかなか出会えないぞ。小麦の香ばしさもしっかり伝わり、まさに麺をいただいていますという実感。そして麺にちょっとだけ絡んでいる塩だれがうまいな。もっと塩だれを感じたい。塩だれをしっかりまとった極上麺をいただきたい。ということで混ぜ混ぜタイムいっちゃいます。ほれほれ、どうだどうだ、まだまだ混ぜ混ぜいっちゃうよ。このラーメン訪問記でおなじみの言い回し、ねるねるねるねとインドカレーと混ぜそばは混ぜれば混ぜるほどうまい。さあしっかり混ぜたところで石垣の塩だれが絡みまくった麺いっちゃいます。しのごの言わずにストレートに、これはうまいうまいうまい。いいぞいいぞ、クリーミーな塩だれがいい。確かに塩気が実にまろやか。かといって味がぼんやりすることなく、塩気がしっかりさまざまな味をまとめている。さらに青のりや生のりの磯の風味も顔を出し、そうそう豚骨だれもいましたねとじわじわ主張。さあチャーシューはどうだ。はいはい、間違いなし、うまい、柔らかい、適度な弾力もあり抜群の食感、文句なし。中盤の楽しみいっちゃいますか。味変タイムが始まりますよ。胡椒、カレー、昆布酢、フライドガーリック、ラー油、さらに沖縄のローカルソース、ハイサイソース、そして沖縄といえばこれ、高齢グース。味変は食べるところに乗せて一口ずつ変えるといいそうだ。まずは自家製食べるラー油でいっちゃいます。ラー油のピリッとした辛さがいいね。フライドガーリックなどのサクッとした食感もいい。高齢グース、辛さがアップ。そして泡盛のほのかな香り、これもいい。ではいよいよ締めに、残った塩だれを出汁で割る。最後の最後まで楽しめちゃう。混ぜそばというとジャンキーなイメージが強いが、でもやっぱりベースとなる麺とタレが美味しくないとね。オリオン様はそのベースがしっかりうまい。混ぜそばはこうあるべき。バカみたいな麺の量と味変のトリッキーさでごまかしているお店はオリオンさんで修行し直しなさい。切れなくていいところで急にブチ切れて情緒不安定さを出してしまったところで、いつものあれが起こるぞ。俺がラーメン食べに行くと、どの店でも隣の客は可愛い女子なんだよ。今日はスレンダー、多分美人。マスク姿に騙されることが多々あるので、とりあえず暫定美人。はい、マスクあるある。マスクを忘れてマスクをしたまま飲み食いしそうになっちゃうパターンね。さあラーメンできたよ。マスクご会長どうぞ。はい美人、おめでとう。来た。石垣の塩炙りチーズ混ぜそば、見たらわかる、美味しいやつやん。ゆっくりゆっくり麺をすする。そして美味しいうなずきからの瀬川英吾が得意な羊のモノマネみたいにゆっくり咀嚼。温玉を割って混ぜ混ぜすると、チーズも乗っているし、多分これってそうカルボナーラ、はい、かねてから育てていた秘伝のフライドガーリックをかけていく。美味しくて顔がクシャおじさんみたいにクシャってなるとこいいね。いいクシャだ、とてもいいクシャだ。まあ要するに率直に大方の予想通り、平たくところはばからずに素直に言ってしまえば、その時俺は彼女惚れた。あ、いや、あの
俺に神対応すぎる。石垣の塩だれがうまい、そして麺がうまい、7つの味変とスープ割りで最後までうまい。オリオン石垣の塩まぜそば、早速ツイート。